それではですね、第1回マスコット選考検討会議の囲み取材を行わせていただきます。本日は第1回目ということで、マスコット開発における論点の整理が行われました。まずは委員の皆様からマスコット選考方法に対する思いや検討会議への意気込みをお話しいただきました。応募要項につきましては、日本は、マスコットそしてキャラクターの、大国です、先進国ですので、本当に力のあるプロの方がたくさんいらっしゃるということで、そういった非常に力のあるプロの方にどうご参加いただくのか、そしてまた一般の方にどうご参加いただくのかといったことでいろいろと意見が交わされました。そして審査ステップに関しましては、また一般の方ですね、たくさんの国民の方に愛されるキャラクター、それから世界的にもですね、皆さんにこう愛していただくキャラクターを目指してますので、どういう形でご参加いただくのかということについて話し合いました。参加資格と国民参加方法の設定が最重要議題っていう、はい、この確認はしたんですか。そうですね、その2点が非常に重要であると。先ほどおっしゃったんですけど、マスコットのやはりクオリティがすごく期待されている部分がありますのと、あと国民の皆さんにこう納得していただいて参加していただいて愛していただけるようなマスコット、ちょっとこの2つの軸が非常に重要だということはみんなで確認しました。